こんにちは、授業準備 TV の梅子です。3月は卒業シーズン、6年生を送る会が毎年行われる時期かと思います。卒業する子どもたちに喜んでもらうために何をしようかとお考えの先生もいらっしゃいますよね。そこで今回は6年生を送る会で卒業生に喜んでもらえる4つのアイデアをご紹介します。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録をお願いします。投稿者の先生が実際にやってみて面白いと感じたこと、まず1つ目は、6年生が学芸会で行っていた歌やダンス、劇などを披露することです。6年生が今までに行ったことがある出し物を在校生が再現して披露するというアイデアです。投稿者の先生の学校では劇を再現し、演じた子の癖や雰囲気までも再現したことにそっくりと大いに盛り上がったそうです。2つ目は、学校クイズをすることです。6年生も知らないような学校内のマニアックな問題、例えば校長先生が使っている〇〇はなどを丸×形式で出題したところ、大笑いが起こってとても楽しめたそうです。また、あなたは小学何年生より賢いの？というタイトルで自分たちの学年の問題を6年生に出題してバトルするというクイズもおすすめだそうです。投稿者の先生は、6年生を送る会は6年生が主役なので、花を持たせてあげるようにヒントを用意するのがおすすめとおっしゃっていました。3つ目は、名付けて担任の先生はどれです。担任の先生とそれ以外の先生何名かにお題に沿って絵を描いてもらったり、好きな言葉を書いてもらったりして、担任の先生が描いたものはどれかを当てるというゲームです。こちらも会場にいる全員で楽しむことができて非常に盛り上がったそうです。最後、4つ目は、6年生のいいところを呼びかけて折り紙で作ったメダルを渡してあげることです。こちらは低学年向けのアイデアになります。別の投稿者の先生は、メダルを作る際、厚紙に金色の折り紙を貼ってキラキラフィルムの折り紙で貼り合わせ、金メダルのように仕上げたそうです。ただメダルを渡すだけでなく、メッセージとともに渡したところ、6年生もその時のことを思い出し、とても大事そうにメダルを受け取ってくれたとおっしゃっていましたよ。先生方、そして在校生が一丸となって気持ちのこもった贈り物を6年生に届けてあげてみてはいかがでしょうか。いかがでしたか。今回は6年生を送る会で卒業生に喜んでもらえる4つのアイデアをご紹介しました。卒業する6年生たちが喜んでくれる素敵な会になるといいですね。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。